高千穂大学は東京都杉並区大宮2の19の一に本部を置く日本の私立大学である。1950年に設置された大学の略称は高千穂大。高千穂大学1号館高千穂大学は私学として日本で初めての高等商業学校を前身としている。交渉には稲、鏡、死が刻まれている。稲は知性、鏡は徳。 死は、体を意味し、これら知、徳、体を4年間の大学生活において体現することを意味している。シンボルマークの3つのパーツは、知、徳、体それぞれを表現している。創設者の川田哲也が、高千穂小学校と名付けたことに始まり、一貫して学校名に、高千穂を冠している。日本の建国神話に由来する、日本人の心のふるさと、 天村降臨に象徴される日本民族の精神的な発祥の聖地、すなわち日本人の精神的原点を指している。明治から大正期に高級住宅街として知られた豊玉郡大久保町で開校。明治36年小学校の設立から12年で幼稚園、小学校、中学校、高等商業学校を要する一貫教育を実現した。 創設者の川田哲也の教育理念により、創設時より少人数教育で、家族的な一貫教育を目指し、新宿、大久保、四谷界隈の資産家や、実業家の指定が学ぶ、名門校であった。教授陣は充実し、当時の評議員や式典来賓には、渋沢栄一、男尺団卓馬、公尺、山形有友など実業界の第一人者、政府高官。 貴族の名が連なっており、旧制高千穂高等商業学校は、官立の東京高等商業学校や有名私塾と、肩を並べると評されていた。昭和20年5月までに空襲で、大久保の校舎が全焼し、高千穂経済専門学校のある、杉並区大宮にすべてが移転した。戦後の学生改革で幼稚園、小学校、中学校、高等学校へ改装、教は、 新生大学へ、開祖、再び一貫教育の体制が整い、昭和20年代の中学校、高等学校は、小大のほか、有名校に、多くの進学者を輩出していた。しかし戦後の再建期の中で1953年、創立者の川田哲也が倒れ、哲也の親族同士の衝突、こと中学校、高等学校校長だった、次男、正木きよとり次長。 大学学長だった、長男、ただし斎藤の対立が激化。これに加えて、校内の風紀が著しく悪化し新入生や在校生も減少の一途をたどり、小学校、中学校、高等学校が休校に追い込まれるまでに至った。昭和28年1953年の川田、哲也の発病と続いての死去から、昭和38年1963年の、 学校再建への着手までの期間は、高千穂学校の混乱期であった。その後、将大卒業生有志が中心となって、学校経営体制の刷新に立ち上がり、昭和40年代は、校舎、グラウンドをはじめとした設備面の拡充、教職員の向上、経営体制の整備を着々と推し進め、将大を中心とした学園再建の動きに向かった。 幾多の困難の末に混乱は収束し、社会問題であった学生運動、学園紛争の盛んな時期でも、将来では目立った事件、事故はなかった。現在では、文系産学部、大学院、付属研究機関を要する、実学教育、国内外協定校との連携、創設以来の方針である、少人数制を活かした教育を目指している。高知保養稚園は、 都内で100年以上の歴史を持つ3つの幼稚園の一つとして知られている。高千穂大学は日本で私立の最初の高等商業学校を前身としている。学内のゼミ発表会は毎年11月に1週間かけて行われる学校を挙げての一大イベントである。例年100前後のパートが参加し、聴講者も1万2000人を超える大規模な発表会となっている。 学外のゼミ発表会では、日本学生経済ゼミナール大会の加盟校であり、毎年研究成果を発表している。体育会は、公式野球部やアメリカンフットボール部など14団体、学術文化団体連合会は、母規会計研究会や軽音楽研究会など8、団体がそれぞれ所属している。学術文化団体連合会は、年に一度六月祭という、 日頃の活動の成果を発表する場がある。高千穂大学の学園祭は、高千穂祭と呼ばれ、毎年通例10月に3日間にわたり実施される。アーティストによるコンサート、ミスミスターコンテスト、ゼミやクラブが模擬店を出展するなど、たくさんのイベントが開催される。歴代出演者、編集高千穂学園同窓会会員総合の、親睦を図ること、 母校の発展を支援することを目的としており、全国に30地区の支部がある。高千穂大学父母の会平成12年に発足。大学と家庭との連絡を密にし、相互理解、協力により、大学の充実と発展を図ることを目的としている。高千穂大学の人物一覧を参照。ありがとうございます。